ラブホ電気多すぎる。どうもよろしくお願いします。どれ消しても、ちょ、どれどこのボタン押したこの一番明るい電気消えんの。うん、確かに。ちょっと、これ消しても、いや、お風呂場ついてるし、もう真っ暗ならへんやん。たまになんか、青いなんか、昔のカラオケ屋みたいな、あんなライトつくし、ボールミラーボールつくし。え、でも、どれ一個でいいね。一個、二、三個、十個ぐらいあるから。うん、あの四角いボタン、うん、薄なるとかええから消えるかピンクになる。そうそう、ピンクになる。いやいやいや、今日はセリなので一言も喋れないです。スタート。喋れへんの。うん。チーズハドッグ作ってみっぴーっと。何のリズムそれ。膝置かない、まな板の上に。ほんで全て肘にさしてこらへん。膝置くの大変やねん。ここに膝置く。まあまず串刺しの刑から。日本じゃ足りひんやろ。まず下げたらうまいチーズ。別に下げんでもうまいしね。うん、下げんでもこいつ嘘つきやん。嘘つきメーカー。ちょ、これあれ見え、商品の裏見ろ、電話番号かけろ。こいつ嘘つきや。避けるチーズとか全部のチーズ避けるから。避けるチーズそんなにいいって切るなよな。切るこれ今度ウインナーとそれ避けるウインナー。こんな感じね。チーズ巻きまーす。はい、今からちょっとドライとなるものを作っていきたいと思います。硬くなったらストップでいいや。もうなくなっていってる牛乳入れてんのに。いや、なくなってる牛乳。魔法やな。うん、すげえ。どういうこと、牛乳入れてるのにない。入れてるのにない。あ、ずっとくっしゃ。トノやばい、うまそう。やばい、気持ちいい。気持ちいいか。あれ、もうちょっと牛乳入れちゃうか。うん、もういいやろか。丸いな。めっちゃ怒るよ。めっちゃ怒られた。このチーズハードッグ屋さん、文句多い。いらっしゃいませ。チーズハードッグ食べる。何人なの。あ、僕人。食べる。あの、チケット、そこで。いや、お前、券売機で買おうとすな。はい、巻くよ、あれに。なんも意味ないのに。もう、コウ君が牛乳多く入れたからやん。ほら、絶対牛乳の量少ないって。もう、コウ君が牛乳多く入れたからやん。ほら、絶対牛乳の量少ないって。白い粉はもう。これで、こうやってこう、巻いていくねん。この出来上がったやつを。不満や不満を。飲まわせたの。飲まわすため。なんだよそこ。不安や不安を飛ばすため。ああ、窓を開けたハイウェイ。オッケー、できました。これがチーズハドッグ完成。おかしいってよ。何がおかしい。違う違う、じゃあこの子な、あれやね、目立ちたがり屋さんやな、この子。じゃあそうじゃん、目に分かる。だから恥ずかしがり屋さんやな、隠し上げるけど。目に分かる、不器用が出る。お前めっちゃ下手やん。めっちゃ下手やん。まあ最終的にわぁ、俺わぁのはどっちかな。にゃーん、ほらきれい。あ、俺これ卵は太すぎるな。最後に笑うのはどっちかな。違う、めっちゃ綺麗な俺のやつ。一連のやつ。なんだこれ、エビ払いみたいになってんだ、お前の。イン卵黄、卵を塗りたくったら次、粉塵爆発の粉こぼしてるやろ。いきまーす。初めて人生で揚げ物した、嬉しい。やばい、やばい、できてきてんちゃう。あ、こういうのマジでできてきてる。そう、お前やるのいじんだよ。あ、そう、じゃあほったらかしにして焦げたらいい。どんな性格があるよ、こんなんやろ。うちのもう、こうもこんなんなってるのに。じゃあ、俺のひっくり返して。こうやってほっとけって言ったから、ほっとこうって。こいつほっとけ、決めてしまう。見るだけ見て、ほっとこう。なあ、俺の異常にでかいと思うねんけど。こんなでかいの見たことないねんけど。でも、一緒とつけよ。はい、10年間ぐらい使わんかった、砂糖。そんなことない。お、石のように硬いぞ。凍ってないよな。コールって何なの。ほら、北極おんの、俺ら。うわ、こう、ほんまや。取られへん。
ほんで蓋も取れんねん。あ、これやってみんな。砂糖固まったら箸を刺して柔らかくする。さあ出来上がりましたよ。できました。いただきます。まず、ほんまものナスビぐらいでかなったの。ありえ見たことない。で、竹串がしなってる。重すぎてこんなでっかいの見たことない。いただきます。うわドーナツ、うわっ、え、待ってカカジャピジャピジャピうんうんもう最後に言われるのは相手でした。俺でしたね。うん。ちょっと重すぎてな、あの指ちぎれそうやね。うん。重いねこれ。もう折れるわ。やっぱバリうまい。え、なんこれ。さっきのチーズそのまま出てきた。ドケンと。重いね。何これ。周りが分厚すぎたの。うん、うん、めっちゃうまい。いや、お前のボロボロ落ちたやつ俺にコーティングするのやめてや。もっと薄くしましょう次。うんうん、やっていこう。もう簡単です。いちちゃん取ってください。はい、これにこの秘伝の皮を巻いていく。何入ってるか教えられへん。内緒。内緒やねん。ホットケーキミックスと牛乳、それ以外も教えられへん。え、それや。まずこう。お前さ、気分悪いね。これだけ手袋やってるのに生の手で一気に触られたら。ちゃんと手洗ってます。できました。これぐらいの細さにします。今回はこれでもチーズ伸びひんかったら、ガチでガチ頼む。チーズ1個目やったさあな、それちょっと頼む。あいつ、悪魔や。よし、怖いな。怖いです。うん、さて、ビビりながら生きていけ。お前誰やねん。誰やねん、マジで。絶対チーズ溶けてるやん。これ溶けへんかったら酒のチーズ強すぎるやろ、熱に。とチーズちょっと溢れてきてる。これ成功や。なんだ、溢れたら成功。うん、やばい。どけ。お前やばい。うわー、よっしゃーよっしゃ。見て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 、真っ黒。お前のチンコやろ。よっしゃ、やっと今のチンコ出来上がってる。こいつだってそうやってしたかったもん。え、今のチンコ作りたかったの。うん、あ、成功よ。うん、あ、別に何にも悔しくないし。嘘、何にも言えへんの。こんな顔してたね。ねね、そう思う。うん、したかったもん。え、今何作ってるの。え、お前のチンチン。持った通りになってよかった、安心安心。嘘。チーズとか巻いて結局、お前のチンコ作ってたんや。うん、あ、どうなのよ。やっと思った通りになった。思った通りになってる。思った通り、想像してたまんまで。大丈夫、なんか笑ってないけど全然。想像してたまんまやって。ほんま、うん、なんていう名前それ。題名つけて。あっつっ、お前さ、マジで映画にしろよ。こうやってな、こうやっとって手がここについて舐めに。いや、お前二次災害が黒いからもう早上げてまえ。ここ、うわどう、チーズ溶けたらやっぱちゃうわ全然。あれ食べてない、そこやろ。えー、今のチンコ。いただきます。おい、なんか焦げの味する。大丈夫やな。全然。はい、ちょっとね、ちょっとまた作ってもまた焦げたんで油が悪いんかな。もう嫌や、料理すんのやめるわ。早くお迎えしたいな。ほんまにイチエルのことさ、好きな人しか来おへんやんか。めっちゃ幸せが違いと思う。ちなみにファンじゃない人って一発でわかるよな。マジでわかる。うん、ファンじゃない人の特徴用が間違えてるように見てます。どこでわかる。あの、ためらってみたいな。指を開けられてるかと思う。長い、ここの指差し長いから。
ピアゲでデビオーさん。美味しいんだ。なあ、曇る。天ぷらのところに。曇る。曇おらな、こんなならへんやつ。ファンの人がすぐ気づくの。ああ、夜の将来のコウ君と一緒にちゃうやんって。俺だって知名度えげつないやん。え、いや、俺ら知名度えげつないやろ。あ、そんなのでも無駄やで。おった瞬間入ってくんの。めちゃくちゃ手ぐくい。マジで若者と会ったら全員俺のこと知ってんねん、正直。でも9割が知ってるくない。会う若者全員がえなる。ほんまによくあんのが、まず携帯取り出して仲間呼ぶねん、違うの。ああ、それは待って、パン、ここにね、コウ君おる、コウ君おる、コウ君おる、行こい、早く来い、早く来い、知らんのお前、早く来な、どっか行ってもらおう。よく見る、おる。うん、俺殺されるのか思うわ、仲間呼ばれて。リンチさせられるのか思う。恐竜やね、恐竜。お迎えってなったら、もう全員が知ってるからね。うん、知らん人来やもん、一覧の。どうする、知らん人来たら。ちょっと見たことあるんですよ。まずお金は払ってきて、ほんまにもう、見たことあるんです、でも来ましたと。お迂回見に来るのが趣味で、死にはあんましないんですけど、お迂回っていうこと自体が好きで来ました。じゃあちょっと最近腹立ったコメントだけ4個ぐらい紹介して終わります。紹介するよ。最近うざいなと思うコメント最近スクショしてるね。で、それやったら動画の内容になるから、ありがとうって思ってスクショ。はい、いきます。これね、僕ね、腹立ちました。腹立つというか、キモい、キモコメントです。何のコメント？ですね、僕の家に視聴者がね、手紙を入れてきた動画ありましたね。あれに対して、いやー、本当に怖い、だから有名になるの嫌なんですよ。こいつ、お前さ、これが嫌やから有名なってないみたいな。本来有名になれるけどみたいな言い方めっちゃうさない。めっちゃ、いや、本当に怖い、だから有名になるの嫌なんですよ。この手紙とか視聴者が家に来るから有名になってないみたいな。なんだそいつ。しぐさないこいつ。めっちゃおもろい。ちょっときつい。有名な人もしんどいなぁよ、わかるや。だから有名になるの嫌なんですよとか。こいつやろう思ったらやれる。そう、や、有名になろう思ったらなれるけど、そういうのが嫌やからなってないね。ちぐさいやん。はい、いきまーす。アルファドッキリなんですけども、はい、それのコメントにこういうコメントがありました。ネタが人がやったパクリすぎやねん。どういうこと？人がやったネタパクリすぎやねんじゃん。大丈夫？国語やろ。まずは。まずな。まず君がやるべきは国語。まずは授業ちゃんと受けよう。頼むで。名前もアホでした。パーマン2号。ネタが人がやったパクリすぎやねん。こんな、お前が思んないんじゃん。文脈考えよ、文脈。終わりまーす。はい、こういうわけのわからん面白いコメントあったらぜひ拾っていこうと思います。よ、150万人目指すよ。はい、終わりまーす。うん、なんか温めて、ちょちょ、終わってからね。さす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 。うん、この動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録、高評価、コメント、青いボタンよろしくお願いします。バーハー。違う。